さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、有吉弘行でございますけれども、11月に入りましてね、もう冬と言ってもいいんですかね。まあ、秋真っただ中なのか、冬の走りなのか、ちょっとわかりませんけども、ちょっとなんか、なんていうかね、まあ、文化の日なんですよ、明日ね。だからちょっと文化的なことをやりたいなとか思ってて、そうなるとやっぱどうしても俺なんかやっぱ音楽のことになっちゃうんですけど、音楽のことになっちゃうとやっぱどうしてもやっぱビートルズの話してえなっていうことで、ビートルズに詳しいこの人にアシスタント来てもらいました。長島さんです、どうぞ。どうも、こんばんは。ジェントルマン、ダーリーハニー、長島です。よろしくお願いします。来ました。いやー。はい、ありがとうございます。ご無沙汰してますけども。本当にご無沙汰してます。どうですか、最近ビートルズ。ビートルズですか。最近まあいいですよ。最近のビートルズって何？最近のビートルズなんて会話はないでしょ。有吉さん、ビートルズ解散してると思ってません？いや、それだってもういないんだもん。いや、してないんですよ。ビートルズ解散してないんですよ。ビートルズって解散はしてないの？そうですよ。解散宣言まではそんなにはっきりしたのは言ってないです。やめる、脱退みたいなこと言い方しますけど、はい、解散っていうのはないです。まだないのね。ないですよ。ポールが、はい、なんか、なんだあれ、糖尿かなんかで帰っちゃったじゃない。そうですね。病気で、はい。糖尿だっけ？なんだっけ？糖尿じゃない。胃ですね。胃か。胃でね。はい。あれ、あの人はもう単独でやってんじゃないの？もうビートルズじゃないんじゃないの？ビートルズなの？じゃあ、あの人。いや、一人ですよ。一人でやってるんですけど、うん、まあ、たまに、うん、リンゴと一緒にやったりとかしても。リンゴ？リンゴスタート。シーナリンゴじゃなくて。シーナリンゴじゃない。リンゴじゃない。リンゴ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 。はい。オエシス。オエシス。オアシスのことはオエシス。オエシス。オエシスです。はい。レコードのことはバイナルです。何？レコード。LP レコード。バイナル。レコードでしょ？だってあれは。バイナルです。レコードでいいと思います。いや、バイアグラはなんていうの？バイアグラ。いや、バイアグラはバイアグラなの。なんなの？最近のじゃあビートルズを、じゃあ、話はできるわけ？そうですね、ビートルズ。何？なんか、インチキみたいなアルバムばっか出してんじゃないの？なんか。いや、もうそれ言ったら辛いんですけど、胸痛むんですけど。まあ確かに、手を変え、うん、品を変え。そうでしょ。出してます、はい。あれ、ファンからしてファンはあれ買うの？もうしょうがなく買っちゃうんですよ、やっぱり。何それ？だってそんなの、はい、なんとか商法と一緒だぜ、そんなの。なんとか商法と一緒しないでくださいよ。手を変え、品を変え、同じような CD いっぱい買わせるのって、お前。そうですね。ビートルズも、お前、はい、なんかどっかの、お前、最近の連中と変わんねえじゃないか、お前。最近の連中って誰ですか？なんかお前いっぱい同じようなレコードばっかり買わせるようになってるだろ最近は。それはあれですか？どんなアイドルだって。日本のポップミュージックに対するあれですか？日本のポップミュージックに対する警鐘を鳴らしてんだ俺は。そしたらお前ビートルズまでそうじゃない。